皆さんこんにちは。司法試験2019年度、最後の最後で差をつけるあと10点の得点アップ担当山当て講座始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。で、まあ、予備試験直前ですよね。あるいは司法試験を受ける方もいらっしゃるかもしれない。どっちも担当あります。で、これは担当の過去問を使って実際に今年に出る山を当てていこう、そういった講座になります。で、最初にですね、若干学習法について説明しておきたいと思います。でですね、まあ、直前期、まあ、あと2週間ぐらいで何勉強するのかっていう方いらっしゃいますよね。ちょっとブログにも書いたんですけど、ざっくり私が取った勉強法をやります。予備も司法もそんなに変わりはなくて、できること限られてます。でまず司法試験の人、司法試験の人はご存知の通り論文と担当がほぼ同時にやってくるということで、担当の勉強ばっかりやってられないというところであります。ということは論文の勉強で中で担当を意識する、これをぜひやっていただきたいんですね。じゃあ論文の勉強の中で担当を意識する、どういうことか具体的に、何言ってんだろう竹山って話ですね。例えば皆さん論文書く中で論証集っていうのを使われる方多いと思います。まあ、使わなくてもいいんですけどね、基本書を読む時もいいですよ。その時にまず条文を丁寧に引く、丁寧に引くっていうのは例えば28条1項が問題になったらそれだけ引くんじゃなくて28条の1項2項3項全部読んでみる、そういったことをやってみる。それだけでねだいぶ違うんです。あと刑法各論、刑法各論はこれ予備も司法も一緒ね。刑法各論何が出るかというと、この詐欺罪が成立するか成立しないかということを聞かれますよね。よく問題で窃盗罪でもいいんですよ。これ擬律判断っていうんですけど、その擬律判断のために何すればいいかというと、各論の基本書を読むときとか論書を確認するときに各論の条文読んで構成要件頭に入れて法定刑まで覚える、それだけでだいぶ違いますよ。で、このように論文の勉強の中で担当を意識します。で、その上でこれ一番重要、論文の中でマニアックで飛ばしそうな論ってありますよね。本当はマニアックじゃないんだよ。例えば民法の共有、共有なんてバリバリ出ますからね。あるいは刑法の公務執行妨害罪、あれ普通予備校を見たら A ランクですよ。そういったちょっと手薄な論点まで、むしろ、薄いがちょっと忘れました、論点まで含めて論文の勉強をしていってください。で、司法の方担当プロパーは最終日に頭に突っ込んでください。あの刑法終わった後ちょっと時間ありますね。担当プロパーは刑法終わった後、こんな感じで勉強していくということになります。じゃあここまで司法の人ね。じゃあ予備の人どうすればいいか。予備の人は担当式試験しかないから担当に専念できます。しかしながら実は予備の人も状況一緒なんです。なぜかというと予備の人 2,3 週間で7科目全部潰す、無理です。じゃあ何するかっていうと、これねちょっと似てるんですよ。まず私がお勧めしてるのは論文の論点を担当用に潰してください。あの論証を覚える必要はありません。論証になっている論点の問題点と結論だけ知っておけば担当を取ります。それをまず総まくりする、7科目全部で。何こんなこと言ってるのかというと、私の担当講義で常々言ってる通り、民訴、民訴ね、予備試験受験生論文論って全然取れてないんですよ。規範力 の時間的限界とかね、意外に落としてるんですよ。そういった論文論って取るだけで全然違います。で、それにプラスアルファしてできる限り判例、特に判例はね、広報系ね、広報系は判例プラス条文をできるだけ
叩き込んでください。いいでしょうか。でちょっと条文に関して、読みの条文に関して、まあ、県民権は司法も共通するけど、担当の条文の読み方です。あのね、まず憲法は全部取得しても非常に効果があります。で特に統治機構を中心に憲法は取得してください。憲法の条文なんかすぐ読めるはずです。じゃあ次、行政法。行政法はね、まあお手持ちの6本見る方は後で見ますけど、行政法はまずね、行政代執行法と国家賠償法、これ短いですよね。これ全部読んで頭に叩き込んでください。代執行と国賠ね。じゃあ他の行政法の条文をどうするか、ちょっとやっときましょうか。ごめんね、司法試験の人。司法試験の人は論文の確認だと思って、行政手続き法をお手持ちの6本で見てください。行政手続き法ね。これ嫌ですよね、予備の人。行政手続き法、嫌なところです。もう直前になんでパッとやっちゃいますよ。行ってね、まず1条、1条目的出てます。1条目的は、ざっと読んで、特にね、何が出てるかというと、内容及び過程が国民にとって明らかであること、行政の透明性みたいなものも目的に入ってるんです。それが問われてます。1条はざっと読んで頭に叩き込む。で2条、定義。定義はできればやりたいとこだけど、こんなの全部読んでられませんということで、2条はいいですか。3号の申請と、2条3号の申請と4号の不利益処分、6号の行政指導、7号届け出、8号命令と、ここの定義は読んでおいてください。ちなみに司法試験の人もこれは論文で使うから、ざっと目通しておった方がいいです。これはいいでしょうか。で次に大事なのが適用除外。これも全部読んだら引くれる。3条の3項、これ司法の人も大事だよ、本当に。論文で使うよ。3条3項、何が適用除外か有名ですよね。あの東京都知事がした処分でも、例えば宅建業法に規定があると、それは行政手続きを適用ありますよね。一方で宅建業に関して行政指導を東京都知事がした、これは適用ないですよね。そのあたりは本当に聞かれますので、3条3項ね、これ理解しておいてください。じゃあ次、何が大事かというと、結局ね、予備の担当も論文に関係するようなところがよく出るんです。5条からまず11条まで、これ申請に対する処分の第2章ですね。これは全部読んでおく。司法の人も通読してね、さっとでいいんで。でさらに第3章不利益処分は12条から14条まではしっかり読んでおく。で15条からは聴聞の手続きです、まあ、たまに出るんだけど、これはもう飛ばしましょう。そんなに出ません。で飛んで15条から31条まではカットして、次32条、32条から36条の2まで行政指導すごく出ます。で36条の3も最近入った処分等の求め、これも見ておきたい。で37条で38条あたりまでは読んでおいてほしい。そういうことになります。これが行程です。じゃあ行政事件訴訟法もいっちゃいましょう。行政事件訴訟法はざっくり言います。まずね、1条から14条まではしっかり読んでおいてください。まあ大体論文に出るところですね。1条から14条まで、司法の人も同じね。でこのね、訴訟手続きも若干出るんだけど、あんまり出ません。だから1条から14条までを読んだら飛ばして、次は24条からいきましょう。職権証拠調べを読んでおきたい。で24条から40条まで、このあたりはしっかり読み込んでおいてください。でこれ司法の人も予備の人も共通するんだけど、このね、義務付けとか、要するに取り消しの訴え以外の訴訟要件っていうのは結構聞かれます。頭入ってますか。
要するに36条、37条、37条の2、37条の3、37条の4、37条の5あたり、これ普通に単答で要件聞かれますし、もちろん司法試験の論文でも当てはめが聞かれますね。なのでこのあたりはさらっていただきたいというところになります。じゃ次ね、民法はね、条文ね、普通に大事です。でも余裕があったら頭から素読してもいいぐらいです。でこれはもう単答も論文も共通してます。民法と刑法はね、結構ね、条文ね、大事なんですよ、単答でも論文でも。で刑法は単答プロパーの執行猶予とかの条文と、あとね、刑法各論、特に刑法各論、本当にね、口酸っぱく言ってるんですけど、各論の構成要件と法定刑、頭に叩き込んでおいてください。いいでしょうか。あと、くどいようだけど、論文論点ね。司法試験の人はもちろん、予備の人も、公務執行妨害とか、賄賂とか、そういった細かいところまで論点を潰しとく。各論は、結構細かいところまで論文論点潰しておくと、単答は結構点数取れますよ。なので、いいですか？国家的法益、社会的法益、手薄な方は、ざっと見ていいんで見直しておいてください。いいでしょうか。これが刑法ね。じゃあ次なんだ。会社法か。で会社法は、まあ司法試験の人は、まあ論文論点を潰すだけでいいです。で予備の人ね、会社法条文頭から読んでもひいくれます。私のおすすめの学習法は、期間だけ読んでください。期間の条文は割と読みやすいし出ます。一方で組織再編って1、2問しか出ないんですよね、実は。なので組織再編の条文読んでてもコスパが悪い。なので期間の条文を素読してください、会社法だったら。あと商法相続手形小切手、これに関しましては、私は直前期は論証しか見てません。論文の論証をさっと見て、その周辺条文を見とく。それで済ませました。それぐらいで十分です。あとあんまりね、ぐだぐだ言ってもしょうがないんだけど、次経営訴。経営訴は条文大事です。ただ経営訴はご存知の通り、試験に出ないような条文たくさんあるんですね。大体わかりますよね。捜査の条文が大事で、まあ、公判の条文も大事で、で頭の方の裁判所の条文は102条あたりは大事なんだけど、あんまり出ない条文もある。そのあたりのメリハリを意識して読んでください。民訴も同様です。民訴も条文を素読してほしいんだけど、大事なじゃない条文もたくさんあります。あとですね、民訴、司法試験の人ごめんなさいね、予備試験の人だけになるけど、民訴の条文は特にね、最近の受験生が弱いのは、民訴の条文の164条以下、つまり争点および証拠の整理手続きです。準備的口頭弁論、弁論準備手続き、書面による準備手続き、この3種類の条文はガチガチに読み込んでおいてください。結構出ますよ。で条文読み込んだ上で、大体わかる、もう大丈夫ですよね。準備的口頭弁論って証人尋問できますか？できますよね。なぜかというと口頭弁論だから。じゃあ弁論準備手続きは、証人尋問はこれできないですね。あくまで準備手続きだから。ただ訴訟の取り調べだけはできるようになっている。あとは認証の申請、つまりこの証人を尋問したいですって申請も弁論準備手続きでできます。これ私の講義聞いた方、民訴のイメージなんですけど、民訴ってどう、民事訴訟ってね、現実にどう進めるかというと、訴え提起されます。で第1回期日があって、答弁書を出しますね。で答弁書は争うぐらいしか書いてないので、第2回で被告の主張が出ます。である程度主張が見えてきた段階で、裁判所は弁論準備手続きに普通はかけます。で弁論準備手続きは何をやるかというと、これね、争点の絞り込みと訴訟の取り調べです。なんとなくイメージしてほしいんですけど、結局民事の争いっていうのは、契約書とかは弁論準備手続きで調べちゃうんです。で調べた上で争点固めて、じゃあこの争点について、証人尋問をしましょうって言って、集中証拠調べに行きます。でこれもね、もう分かってると思いますけど、集中証拠調べって何を調べるんですか？これ訴訟ってやったら間違いですよ。集中証拠調べの証拠は認証です。これも条文見ておきましょうか。集中証拠調べ、民訴の条文、
182条ですね。当事者の、失礼しました、182条、証人および当事者本人の尋問は、できる限り争点および証拠の整理が、終了した後に集中して行わなければならないと書いてあるので、182条は少々は一言も書いてない。集中証拠調べの証拠は少々ではない。認証、これも覚えておいてください。じゃあちょっと、前振りはこのあたりにして、皆さんお待ちかねの山当てを少しやっていきましょう。で、レジュメ3つあります。担当山当て講座の憲法刑法、民法担当プロパー補助レジュメで、まず憲法からいきましょうか。この憲法刑法レジュメ見てください。でこれはどちらかというと論文と共通論点を、集めた問題になります。ただ一部ではプロパーもあります。じゃあまず1ページ目第3問、憲法の意義。はい、皆さんざっと読んで1分ぐらい差し上げます。とりあえず答え導いてみてください。第3問です。これ非常にいい問題なんですね。手薄な引き方も多いと思いますが、たまに聞かれる問題です。じゃあやっていきましょうか。はい、赤で一緒に見ましょう。日本国憲法の前文は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理を明らかにしており、憲法の一部をなすものであって、当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で、最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。はい、丸か×か。はい、もう瞬殺×ですね。裁判規範性はありませんよ。ただし法規範性はあります。これは論点でいうと平和的生存権の論点ですね。全文に平和的生存権が書いてあるから。でもうこれもね、私の講義受けていただいた方もう耳にタコできるぐらい聞いてると思うんですけど、裁判規範性ないけど法規範性あるってどういう意味ですか。これは他の条文の解釈には使えるって意味ですよ。それが裁判規範性はないけど法規範性はあるの意味です。他の条文の解釈に使える。これは特に司法試験のね、論文の人は覚えておいてください。裁判規範性はないけど法規範性があるの実際的な意味は、他の条文の解釈に使える。要件効果が書いてないから、これは単独ではどう使えないけど他の条文を解釈に使える、そういうことですね。じゃあ次 E 行きましょう。憲法が成文の憲法を指す場合に、形式的意味の憲法と呼ばれるが、この意味の憲法はその内容において人権保障に関する規定が含まれているかどうかを問わない。これは丸ですね。形式的意味の憲法ってのは、憲法って名前のものだったら形式的意味の憲法になるという意味です。なのでこれ丸になります。じゃあ次う。国家であれば権力の組織や構造が定まっていると考えられ、この意味では全ての国家は憲法を持つと言われるが、この場合の憲法は固有の意味の憲法と呼ばれる。これ丸ですよ。固有の意味の憲法間違いがちなんだけど、要するに組織とかの構造が定まっていれば固有の意味の憲法です。で憲法って英語で言うとコンスティチューションなんで、まさにもともと憲法ってのはこういう意味なんですね。権力の組織や構造を定めるもの、これが固有の意味の憲法です。あと深読みしちゃう方に一言、ここでのうの選択肢の国家ってのは近代国家、つまり国家としての体を成している国家のことを言うことに注意してください。まあ、国家って概念ができたのは割と最近です。じゃあ次 A ね。フランス人権宣言において権利の保障が確保されず、権力の分離が定められていない社会は全て憲法を持つものではない旨が示されているが、この場合の憲法は立憲的意味の憲法、あるいは近代的意味の憲法と呼ばれる。これもあれです。この立憲的意味の憲法ってのは、形はどうあれ権力の分離と
まあ、権力の制限って言ってもいいかな。権力が何らかの形で制限されて、プラス権利の保障がある。まあ、近代的の憲法と同じ意味です。そういったものを言います。中身で解釈します。よろしいでしょうか。あの予備試験も司法試験も旧司法試験に若干近づいてます。なのでこういった理論的な知識問題も出るようになってます。で、そんなに難しくないので落ち着いて読んで、正解できるようにしてください。じゃあ次いきます。29問。平等です。平等はほぼ毎年出る非常に重要なところです。じゃあ1分ぐらいざっと見て、考えてみてください。はい、いいですか。もう一緒に読みながら行きましょうか。あ、憲法14条1項の社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位を言うから、高齢であることはこれに当たらないので、町長が町職員の余剰を整理する際、高齢のみを基準として対象者を選択しても平等原則には反しない。で、これ私だったら後半で切ります。やっぱり高齢者だけを狙い撃ちするっていうのは、これ平等原則違反になりえますよね。ということで×としてください。で、ちなみにね、これ定年制との違い分かりますよね。定年制っていうのは若い人も高齢者も全員対象にして、みんな65歳になったらやめてくださいっていうことだから、あれは平等なんです。でもこれはある時、ちょっとリストラしよう、よし高齢者狙い撃ちだ、全然話が違うわけですね。なのであは平等原則に反するということで×にあります。そしてちょっと判例が出たので4ページの解説ご覧ください。このね、判例の社会的身分の定義は覚えておいた方がいいです。これ論文の人もね、当然ね、社会的身分とは人が社会において占める継続的な地位、これマークしておいてください。で、実際高齢であることはこれに当たらないんですね。継続的な地位を言うものと解します。いいでしょうか。じゃあ次、いいです。平均調整条項の適用により障害福祉年金を受けることのできるものと、そうでないものとの間に、児童扶養手当の受給に関して差別が生じても、両給付が基本的に同一の性格を有し、平均調整に立法裁量があることなどに照らす合理的な理由のない不当なものとは言えない。これも丸ですね。立法裁量があるから不当なものとは言えない。最高裁はそう判断しています。で、平等権の判例はね、ざっとでいいんで押さえておいてください。で、これ判例と学説に生存権って結構乖離があって、判例は立法だろうが行政処分だろうが基本的に裁量権があります。で、明白に不合理だったら違憲にしますよって立場です。じゃあ次、うですね。租税法の定律は立法府の政策的技術的判断に委ねるほかないから、この分野における取り扱いの区別は立法目的は正当であり、かつ区別の対応が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反するとは言えない。これ丸です。皆さんもご存知かもしれませんが、これ絶対覚えてね。税金の話、まあ、財政って言ってもいいんだけど、税金の話は判例の基準は明白性の原則です。これまさにこれ、著しく不合理であることが明らかでない限り憲法14条1項に違反しない。租税法の分野判例すべてこの基準を使います。これ絶対覚えておいてくださいね。租税法の分野は明白性の原則、一番緩やかな基準を使うということになります。まあ、これもね、実際にね、弁護士になってね、租税法を読むと分かります。こんなの裁判所いいか悪いかなんて判断できない。なので明白に不合理、
でない限りは合憲としちゃうんですね。すごいですよ、租税法。じゃあ次行きましょう。71問、北方ジャーナルさんです。はい、これも1分くらいざっと見てください。71問、よく読んでね、この問題よく読んで回答してね、よく読んでくださいよ、選択肢を。特にあの選択肢よく読んでみてくださいね。ちょっと時間の関係もあるので一緒にやっていきましょうか。まずあの選択肢見てください。これ丸ですか×ですか。これは×ですよ。これね、引っかかっちゃう人多いんです。最初と最後まで読むと引っかかります。裁判所の事前差し止めや検閲には当たらないってだけ読むと そこだけは正しいんです。でもここ見てください。裁判所の事前差し止めは思想内容等の表現物につき、その発表の禁止を目的として対象となる表現物の内容を網羅的一般的に審査するものですか。裁判所の事前差し止めって違わないですか。行政がね、一網打尽にやるわけではないので、これは×になります。つまり裁判所の事前差し止めは検閲ではないんだけど、その他の部分が間違ってる、そういうことですね。回答も見とき、解説も見ておきましょうか。本判決は21条2項前段による検閲について行政権が主体となって、まあ、この定義は覚えてくださいよ。思想内容等の表現物を対象とし、その前または一部の発表の禁止を目的として対象とされる一定の表現物につき、網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをその特質として備えるものを指すとし、一方で仮処分による事前差し止めは表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について司法裁判所により当事者の申請に基づき差し止め請求検討の司法上の非保全権利の損否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものだ。何を言っているかというと、行政機関のやる検閲っていうのは発表禁止目的だけど、裁判所の事前差し止めっていうのは民事保全の要件があるかどうかなんですよ。なので発表禁止目的じゃないんですね。そこが間違ってこれ×なんです。この問題ね、あで引っかかっちゃう人が多いので非常に正答率低かったです。私が今日お伝えしたいのは、選択肢はよく読んでください。最初と最後で、あ、裁判所検閲じゃないだけで判断しないでねっていうことです。じゃあ次いいです。裁判所の事前差し止めや表現行為が公共の利害に関する事項の場合は原則として許されないが、表現内容が真実でなく、またはそれらが、もっぱら公益を図る目的のないものが明白で、かつ被害者が重大で著しく回復困難な、損害を被る恐れがあるときは例外的に許される、これもあるですね。事前差し止めが認められる実態的な要件です。でこれは当然論文でも出ますので、司法試験の人は同じようなことは書けるようにしておいてください。じゃあ次、行きましょう。公共の利害に関する事項についての表現行為に対し事前差し止めを命ずる仮処分命令を発する際には、口頭弁論または債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることが原則として必要である。これ丸ですね。原則として必要だけど例外的に必要でない場合があるというのが判例です。でここはね、判例に対する学者の有力な批判を知っておくと、これ堂々と正解できるんです。学説は必ず主張立証の機会を与えなさいと判例を批判してます。でも判例は原則として主張立証の機会を与える、そこにとどまっております。
いいでしょうか。この問題、正答率低いんですけど、実は論文論点をちゃんと勉強すれば解ける、問題なく解けるものになります。なので論文の論点、担当前だからこそ大切にしてください。じゃあ次82問いきましょう。財産権の保障です。でここで皆さんね、人権って経済的自由の、まあ営業の自由、職業選択の自由あたりまでは熱心にやると思うんですよ。でもね、財産権あたりでね力尽きちゃって手薄な方って多いと思います。この機会に財産権、社会権、あとは人身の自由、結構でいいんですね、ざっとでいいんで見といてください。そんなに難しい問題出ません、この辺は。ということで財産権です。一緒に解いていきましょう。これは憲法は私有財産制と具体的な財産上の権利を共に保障しており、まあ、これ論文のちっちゃな論点でありますよね。両方保障してるって言う。で、後者には所有権などの物権のほか、債権や知的財産権などが含まれる。これどうでしょう。まあ、これ普通に堂々と丸と判断していただきたい問題です。債権や知的財産権も入ってます。でね、自信ない方は具体例考えてみてください。もし債権が憲法上保護されないとしたらどういう世の中になります。皆さんの銀行預金を国家が没収できる世の中ですね。銀行預金債権ですよ。なのでおかしいと分かるわけです。まあ、次、財産権の内容は必ず法律によって定めなければならないが、財産権の制約は法律によらずに政令によることも許される。これいかがでしょうか。これは×になりますね。でこれ解説見てください。29条2項は財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定めると規定している。よって本旨の前段は正しい。そしてこの規定は一般に財産権制約の根拠を示す規定であると解されており、ここ見てください。法律であるとあるのは政令など命令では定め得ないことを意味する。でこれね、覚えるとこじゃないですよ。どっちかというと理解と頭の働き方です。法律ってのは政令に委任して政令が財産権制約をすることはそれは当然できるけど、政令だけで財産権制約なんてできるわけないじゃないですか。そういった憲法的な感覚を、身につけていくと、これ罰と判断できます。そもそも政令で国民の権利なんか制限できない。で財産権の制約も政令だけだったらできない。法律による委任が必要だということになります。でちょっと脱線ね。条例だったら制約できるんですか。条例だったら制約できますね。でもそれは民主的根拠が基盤があるからです。政令とはわけが違います。じゃあ次行きましょう。財産権が公務員の行為または過失により違法な行為によって侵害されたとき、被害者は国または地方公共団体に対し損失保障を請求できる。はい、これ違いますね。故意または過失の場合は国家賠償ですね。賠償ですね。保障じゃないですね。保障ってのは適法行為に対するものです。違法行為に対しては賠償だから、そもそもこの選択肢は意味不明、×ということになります。よろしいでしょうか。じゃあ10ページ目から統治、9ページ目から統治です。で統治に関しましては担当対策ね、これ私直前にやったんだけど、本当に論証をざっと見て、論文論点の論証をざっと見て、あと条文、条文意外と出る、数字も含めて覚える、これだけで結構解けますよ。当時の論点手薄な人すごく多いと思うので、担当対策も兼ねて論点をざっと見直しておいてください。特に司法試験の人、当時出たら困りますよね。万が一出た時のことも考えてリスクヘッジとしてもやっておいてください。じゃあ135問一緒に行きましょう。唯一の立法機関の意味の一つは国会中心立法原則である。それは形式的意味の立法がもっぱら国会で法律という形式で定めなければならないという原則である。これどうでしょうか。これ×ですよ。形式的意味の立法は国会で定めなければならない、こんなのは意味がない話ですね。形式的意味の立法って分かりますよね。法律って名前のものは国会しか作れない、
そういった原則。でもそうじゃないですよね。法律の中身を定めて、まあ、一般的抽象的法規範を定立することですけど、一般的抽象的法規範の定立は国会しかできませんよ、つまり実質的意味の立法は国会しかできませんよって原則を定めた、なのでこれは×になります。ちょっと解説見ましょうか。これ上から3行目、国会中心立法の原則とは実質的意味の立法がもっぱら国会で法律という形式で定めなければならないという原則。実質的意味の立法ね。で、実質的意味の立法わからない人は書いておいてください。一般的抽象的法規範の定立、これが実質的意味の立法です。一般的抽象的法規範の定立ね。いいでしょうか。じゃあ次 E の選択肢いきましょう。国会中心立法原則には例外がある。その例外は憲法に特別の定めがある。最高裁判所規則の制定だけである。もう一個ありますよ、議員規則があるのでこれは×になります。まあ、解説にも書いてますね、議員規則があるから×だっていうことになります。じゃあ次 U いきましょう。唯一の立法機関の意味の一つは、国会単独立法の原則である。それは国会による立法は国会以外の機関の参与を必要としないで成立する、これは丸ですね。全く問題がない選択肢になってきます。ここまでよろしいでしょうか。でね、ちょっとついでなんでちょっと関連論点として担当プロパー補助レジュメってやつ見てください。これのね、1ページ目開くと下に第17問、最高裁判所の規則制定権がの問題があります。ちょっとこれも関連するんで一緒にやっておきましょう。まず赤です。最高裁判所は担当プロパの方ね、担当プロパの1ページ目の第17問、憲法を見てください。最高裁判所は裁判所の内部規律に関する事項について規則を定める権限を有するが、憲法76条3項はすべて裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されると定めているから、裁判官を対象とする事項を規則で制定することはできない。で、これね、絶対取ってほしい問題なんですよ。で、これ正解のアプローチはいくつもあります。まずね、お手持ちの6法で憲法76条3項見てください。すべて裁判官は、その良心に従い、独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。だから規則で裁判官を拘束できないって発想ですね。で、77条1項を見てください。で、最高裁判所の訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有する。で、この問題ね、×なんですけど、一つは正当派アプローチ。77条1項に裁判所の内部規律って書いてるから裁判官に対しても拘束できるだろう、まあ、こういったアプローチがあります。で、私なんかひねくれてるんでこう考えます。憲法77条1項の規則にどんな規則あります？皆さんが一番身近なのは民事訴訟規則、刑事訴訟規則ではないでしょうか。あれは規則です。最高裁の定めた規則です。で、民事訴訟規則は当然裁判官拘束しますよね。普通に考えて民事訴訟規則拘束してるじゃないか、罰だ。そんな感じのアプローチで通じていってもいいです。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。裁判所の制定する規則はその対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限られないという点で議員規則と異なる性質を有する。これ今申し上げた通り、民事訴訟規則っていうのは民事訴訟法を補完するものなので一般国民に対しても効力を有するんですね。なので内部事項にとどまりません。 E は丸です。で、なんでこれをやったかというと、この E の選択肢、これね、
学者の先生の問題意識なんです。問題意識というか、あの論点ですよ。議員規則と法律が矛盾したときどっちが優先するか、あるいは議員規則所管事項を法律で定められるか、さらに、最高裁判所の規則と法律が矛盾したときにどっちが優先するか、そんな論点ありましたね。で、そこで一応これしといてほしいんですよ。最高裁の規則と議員規則ってちょっと性質が違うんだ。これは頭の片隅に入れておいていただくと、役立ちます。こういう論文が出たときに。ぜひ片隅に入れておいてください。じゃあ次、ういきましょう。あ、だから、いは丸ね。×丸ね。で、う。この法律に定めるもののほか、非訟事件の手続きに関し必要な事項は、最高裁判所規則で定めると、の非訟事件手続法2条の規定は、憲法77条1項において規則の対象とされている訴訟に関する手続きに非訟事件の手続きが含まれないとの立場を前提としている。これは×ですね。これよく選択肢読んでいただきたいんですけど、普通に訴訟に関する手続きに非訟の手続きが含まれると、最高裁で非訟の手続きも定めることができる。むしろ含むと書いた考えた方が自然なんですね。そういうふうに考えてやると×と判断できます。よろしいでしょうか。だからこれ×○×の6番が正解です。ちょっと脱線しましたけど、11ページ行って166も意見審査制です。ではからいきましょう。日米安全保障条約は主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するもので、その内容の合憲性判断は一見極めて明白に違憲無効でない限り裁判所の審査権の範囲外である。これどうでしょうか。これ丸ですよね。で、この事件、砂川事件判決、気をつけていただきたいのは、統治行為論みたいなことを使ってるんですけど、純粋な統治行為論ではないんです。何を言ってるかというと、司法審査できる余地を残してるか、そういうことで純粋な統治行為論ではないと言われています。じゃあ次ですね。い、日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効であることが一見極めて明白でない以上、裁判所としてはこれらが合憲であることを前提として条約を履行するために制定されたいわゆる駐留軍用地特赦法の合憲性を審査すべきである。これは丸になります。まあ、ちょっとマニアックな判例なんですけど、今までの砂川事件判決と矛盾してないですよね。一見無効でないことが極めて明白でないということは合憲なんですよ。だから合憲であることを前提として判断するということになります。じゃあ次いきましょう。じゃあ、うです。衆議院解散の効力をめぐる争いは、本来内閣と衆議院という両政治部門間の争いであり、議員歳費請求のように前提問題として解散の効力を争う場合であっても、その実質は基幹訴訟というべきもので、裁判所は原則として当事部門の自律的解決を尊重すべきである。これどうですか。これは原則としてってのがおかしいんですよ。これ例外ありません。当事部門の通りになります。で、12ページの「う」の解説ご覧くださいね。苫前市事件判決は、衆議院の解散が司法審査の対象となるかについて、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときは、たとえそれが法律上の訴訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府国家等の政治部門の判断に任され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである旨判示した上で、この理は本件のごとく当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても同様であって、等しく裁判所の審査権の外にある。絶対なんです。これ例外ないんです。裁判所は審査できないんです。原則というところが間違いです。なのでね、原則としてって書いてるときは、そこも正しいかどうかちょっと意識してください。よろしいでしょうか。ちょっと憲法ばっかりやってると時間ないので、177もちょっと飛ばして刑法いきましょう。で、結局のところ、実は
担当プロパーってよく言いますけど、担当しか出ない分野って憲法もほとんどありません。前文とか天皇とかそれぐらいです。だって予算だって論文出ることありますよね。特に予備だったらありますし、問題作れます。なので担当プロパーってのは非常に少ない。今回で言うとまさに最初の問題、憲法の意義ぐらいでしょう。なので論文と共通論点も潰していってください。じゃあ刑法15ページ正当防衛、これざっと検討してください。1分ぐらいで。よろしいでしょうか。でこれ正答率若干低いんですね。判例の立場はどっちかなって迷った方が多いと思われます。まず1番、窮迫とは法益が侵害される危険が切迫していることを言い、被害の現在性を意味するものではない。これもあるですね。で、2、不正であることは違法であることを意味し、侵害が全体としての法秩序に反することを言う。この見解からは、いわゆる、対物防衛ですね。対物防衛が認められるわけですけど、実は判例この立場を取ってるんですね。対物防衛に関しては論及してませんけど、不正とは全体としての法秩序に反することを言うと言ってます。だからこれもあれなんです。ただね、2番自信持って丸って判断できないかもしれない。その場合どうするかというと、これ3番見てください。3番が×なんですけど、これ刑法36条に言う権利は個人的法益を指し、国家的法益や社会的法益は含まれない。これ小さな論点ですけど、国家的法益を守るための正当防衛という論点あったのを思い出してください。ありましたよね。で、判例も一般論として否定してないんですよね。これ国家的防衛を守るための正当防衛とかそういったものもあり得るという立場を あり得るという立場ですので、3番が×になります。よろしいでしょうか。であとね、担当の勉強で4番、攻撃的な意思を有してでも防衛の意思が認められる場合もある。これもあれですよね。防衛の意思と攻撃の意思が併存している場合ありますよね。で5番、喧嘩闘争において正当防衛が成立するかどうかを判断するにあたっては、闘争行為中の瞬間的な部分の攻防の対応のみに着眼するのではなく、喧嘩闘争を全般的に観察することが必要になる。これも判例の立場でもあるです。で特に5番なんかなんとなく知っておくと、これ論文でも使えそうですね。喧嘩闘争でわけわかんないとき、なんとなく使えそうだ。そんなことも考えながら解いていきます。よろしいでしょうか。でこの問題から学ぶこと若干見えてきません？論文の論点をちょっと深く読み込んでおくと普通に取れるんですよ。担当は特に3番なんかそうですね。ちょっと細かい論点も別に論証を覚えなくていいんですよ。担当前は結論だけでいいんで、ざっと見ておく、これが必要になってきます。じゃあ次行きましょう。58問、これねちょっと時間取りますんでやってみてください。これ、学説の当てはめ問題ですね。58問2分ぐらい取ります。
よろしいでしょうか。で、これちょっとね、私が取り上げたのは勘違いしている受験生たまにいらっしゃるんですね。この見解よくある見解ですね。行為当時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識した事情を基準基礎とし、一般人基準に結果発生の危険性があるか否かの判断による。で、これまず実行行為性の問題だということに注意してください。あの不能犯と未遂犯の区別というのは実行行為の危険性があるかどうか、実行行為になるかどうかの問題です。で、ここで注意しておきたいのは行為者が特に認識した事情。はい、竹山くんが行為者です。竹山くんは幻覚を見てました。この幻覚っていうのは判断規定に入れますか？行為者が特に認識していたでしょ。これ入れないのね。あの、もし間違えてる人いたら今日ね、覚えて書いてほしいんですけど、行為者が特に認識した事情っていうのはあくまで客観的に真実、つまり客観的実際的にある事情に限るんですよ。行為者の妄想とか幻覚は入れないんです。ここ昔私刑法それで引っかかってました。行為者が特に認識した、まあ、客観的事情とか、まあ、そんな感じです。ニュアンスとしてはここは注意してください。結構間違ってる、覚えてる方いらっしゃいます。だから妄想幻覚は入んないです。これいいでしょうか。行為者が特に認識した事情というのはあくまで客観的にある事情に限る。幻覚とか妄想は入れない。じゃあ記述を見ていきましょう。1番です。この見解によれば人を殺そうとして客観的には死の結果を引き起こさない量の空気を人の血管内に注射した場合、殺人未遂罪の成立が認められる余地がある。これは余地があります。なぜかというと一般人基準に判断するか、医者じゃないから。一般人から見るとあ、人死んじゃうんじゃないかって危険性が認められるから、殺人未遂罪の成立が認められる余地はあります。まあ、あるということです。じゃあ2番です。この見解によれば結果発生の危険性の有無は実際に存在した事実のほかにどのような事実が存在すれば結果が発生し得たかを事後的見地から検討し、そのような事実が行為時に存在しうる可能性の程度を考慮して判断することになる。これは見解と違う話ですね。違う説なので×になります。事後的客観的に判断するという説です。じゃあ3番いきましょう。この見解によれば、人を殺そうとして一般人ならば明らかに砂糖と分かる黒糖を毒薬と思い込んで紅茶に入れて飲ませた場合、この行為者の認識した事情を基礎として一般人を基準に、この行為による死の、結果発生の危険性の有無を判断することになる。これですよ。行為者の妄想は入らないんですよ。だから行為者は黒糖毒薬と勝手に思い込んでるだけだけど、それは行為者の特に認識した事情ではない。だからそれは除外して考えるっていうことになります。だからこれはあくまで一般人が認識し得た黒糖っていう事情を基礎として危険性を判断するということになります。3番は×です。この3番引っかからないくださいね。だからね、結構担当の問題で最近結構いい問題多くて、いい問題っていうのは間違いやすい点とか、あとは学説で争いになっている点とか、判例の鋭い批判とか、そういったところが担当の足として出るようになってるんですよ。なのでちゃんと勉強してれば取れるようになります。じゃあ次4番。この見解によれば行為者が特に認識した事情も基礎とされるので結果を引き起こす特別な事情を認識する行為者による行為には結果発生の危険性が認められ、事情を認識してない行為者による行為には結果発生の危険性が認められない場合が、それは行為者の認識の有無によって違うのでこれは丸になります。で5番。結果が発生しなかった原因が科学的に説明できる場合には常に結果発生の危険性は否定されることになる。そんなことはありませんので、×になります。よろしいでしょうか。じゃあ次ですね、76問。これもね2分くらい取るのでやってみてください。事後強盗罪の共犯で、まあ、総論と各論が結びついた分野です。76問。これちょっと2分ぐらいでやってみてください。
はい、よろしいでしょうか。で、これなんかね、まさにね、九死に戻ってきたような問題、学説の問題聞いてきます。で、ちょっと見ていきましょう。まあ大体ざっと見たと思うんで、まず最初のね、ここ丸1のところ、これは割とわかると思います。いろんな説があるんですけど、自己肯定感を神聖身分範として捉える説を取る方が、まあ、受験では多いんじゃないかなと思います。そうすると、刑法65条1項が判例の立場は神聖身分範の規定、65条2項が不神聖身分範の規定ですので、当然 A、 丸1は A ということになります。で、難しかったのが次の学生 Y、 自己肯定罪を不神聖身分範と考えた上で、刑法65条1項は公正的身分及び加減的身分を通じて身分範における共犯の成立の規定であり、ここがきつかったなと思うんですよ。で、まず自己肯定罪不神聖身分範説、これは知っておいてください。解説のね、22ページの丸に見ましょうか。自己肯定罪を不神聖身分範と考える立場の場合、自己肯定罪はこれですよ。暴行罪や脅迫罪に窃盗犯人たる身分が加わって刑が加重される罪、こう捉えることになります。で、そして65条1項は公正的身分及び加減的身分を通じて身分範における共犯の成立の規定であり、同条2項は加減的身分について刑の個別的作用を定めたものと解する立場、これ難しく言ってますけど、要するに65条1項が成立で、65条2項が家計の話だって言ってるわけです。となると、窃盗という身分のない罪には65条1項により自己強盗罪が成立するが、2項で暴行罪の刑が課せられる。これ罪名と家計を分離させる説になります。で、なんとなくこの辺の学説も理解しておくと、このような学説問題解きやすくなります。理解するだけでいいです。覚える必要はありません。じゃあ21ページ戻りまして、丸3、自己肯定罪の窃盗と暴行の結合犯と考える立場もあります。この立場に立ち、オツの自己肯定罪が成立するという考え方は、オツの承継的共同正犯を、これ肯定するしかないですよね。だって結合犯なんだけど、なぜかオツに自己肯定罪成立するということは、全部承継している肯定だということになります。で、自己肯定罪を結合犯と考える立場に対してはどのような批判がありますか。これは H、 窃盗に着手しただけで自己肯定罪未遂になっちゃう。まあそりゃそうだなということになります。よろしいでしょうか。じゃあ次いきます。23ページ、これ1分ぐらいでざっと見てください。23ページ、111問、名誉毀損罪と侮辱罪です。これも A 説と B 説から考える問題ですね。
はい、よろしいでしょうか。まず A 説 B 説、判例の見解はどちらでしょうか。判例は A 説ですね。で、 B 説は非常に有力な見解ではあります。なぜかというと、名誉毀損と侮辱罪の法定刑に著しい差異がありますから、その著しい差異を B 説はうまく説明しているんじゃないかという、話はあります。ただ判例は A 説です。じゃあ記述見ていきましょう。あ、A 説によれば、刑法231条で侮辱が被害者の免税において行われることを要件としていないのは、公然たる侮辱の言葉は、やがて本人に伝わるので免税性は不要だからであると考えられる。これどうでしょうか。そもそもこれね、侮辱が被害者の免税において行われるか否かを気にするのは B 説です。なぜかというと、 A 説は外部的名誉を保護する話だから、被害者の免税とかどうでもいいんですよ。むしろ社会に伝わるかどうかが問題。でも B 説だと、この名誉感情、名誉感情というのは被害者の前で侮辱しないとダメなんじゃないかって話があるから、これ B 説によればって選択肢なんです。だからこれ A 説の話はしてないので、あは×になります。で、い、A 説に対しては刑法231条の事実を適時しなくてもとの文言は文字通りに返すべきであって、事実を適時しないでという意味にはならないはずであるとの批判がある。これ丸になります。ちょっと細かいんだけど、刑法231条をご覧ください。事実を適時しなくても公然と人を侮辱した者は拘留または科料に処する。実は A 説はこの事実を適時しなくてもというのを、事実を適時しないで公然と人を侮辱した者は拘留または科料に処すると読み替えて考えるわけです。 A 説は一個、 B 説は文字通り事実を適時してもしなくてもって読むのが B 説。してもしなくても公然と人を侮辱したものは拘留または科料。これもね、一応今知ったよって方は知っておいてください。じゃあ U です。 B 説によれば、刑法231条で公然性が要件とされているのは、侮辱行為が公然となされるかどうかで、その討伐性に差異が生ずるからで、あると考えられる。これどうでしょうか。まあ、討伐性の話なので、これは丸になります。いいでしょうか。で、 A ですね。 B 説に対しては、幼児重度の精神障害者法人に対する侮辱罪が成立しないのであった、まあ、妥当ではないとの批判がある。これ丸です。幼児とか名誉感情ないんじゃないのか、じゃ幼児に対する侮辱罪が B 説では成立しなくなってしまう、そういった批判が B 説には向けられています。で、 B 説に対しては、名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑の差を説明できないという批判がある。これは×です。法定刑の差については B 説はうまく説明できています。外部的名誉の侵害は重い罪、名誉感情は軽い罪です。で、せっかく頭の体操をやったんで、 A 説、判例の立場から名誉毀損と侮辱の法定刑の違いを説明してください。これ別に何も難しい話じゃなくて、A 説から名誉毀損の場合は公然性と事実の適時があるから重い罪なんだって話ですね。一方、侮辱は侮辱は公然性、侮辱失礼しました、公然性は両方あります。公然性は両方あって、 A 説、名誉毀損は事実適時があるから、侮辱はないから、そういう話になります。いいでしょうか。で、今日ね、学説問題ばっか取り上げてるのは正答率ね、大体6割ぐらいなんですね。で、正答率6割の問題って取るか取らないかで合否の分かれ目になる問題です。でも無理なく取れるはずです、6割だったら。なので、この6割ぐらいの問題は取りに行ってください。で、学説問題ね、正直難しいと思うんです。今判例通説しか皆さんやらないから。でも全部の選択肢の丸々判断できなくても、一部でも判断できればいい。おなんかね、結構分かると思うんですよ。なので、なるべく選択肢を絞っていく、そういった方向でね、ぜひやってください。じゃあどんどんいきますよ。
25ページ132問、詐欺罪。これもね、1分ぐらい取るのでざーっとやってみてください。これ擬律判断って問題ですね。いいでしょうか。これはね、割と正答率高い問題なんで外したくない問題です。1番からいきましょう。航空会社の空港係員に対し、内心では外国への不法入国を企てている知人を搭乗させるつもりであるのに、自らが搭乗すると嘘を言って、あらかじめ航空券を購入していた航空便について搭乗券の交付を求め、同係員から搭乗券の交付を受けた場合、当該搭乗券についての詐欺罪が成立する。これ丸ですよね。で、比較的これお金払ってても詐欺罪は個別財産に対する罪であるので、こういったケースで詐欺罪を判例は認めます。よくあるのは暴力団であることを必死で、まあ、ゴルフ場の会員権を取得したり、そういった場合も詐欺罪ありますよね。じゃ次に、自動車販売会社の販売員に対しその代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って自動車の購入を申し込み、分割払いの約定で同販売員から自動車の引き渡しを受けた場合、代金完済まで同自動車の所有権が同会社に留保されていたとしても詐欺罪が成立する。これどうでしょうか。これ丸ですよね。所有権移転してなくても、詐欺罪が、成立します。で、これなぜかというと判例はね、占有の移転、占有移転すれば十分ですよね。26ページの判例では、占有を取得した以上詐欺罪を構成、占有移転してるから詐欺罪なんだと考えます。で、担当解く限りでは、例えばね、使用権取得したから、まあ、二項詐欺なんだって構成しても、担当解く限りでは別に間違いではありません。まあ、論文でもそういう説はあります。で、3番、これちょっとマニアックなんだけど、国民健康保険被保険者証はこれ詐欺罪の対象なんですよ。これ覚えておいてください。国民健康被保険被保険者証ね。で、こういった公的な書類は詐欺罪の対象じゃないものもありますので、これテキストを基本書で確認しておいてください。結構ね、パスポートはなるかとか、いろいろ細かいこといろいろあります。じゃあ次、4番、これいいですよね。自己名義の銀行預金口座に多額の誤った振り込みがなされていることを知った上で、同銀行の窓口係員に対し誤った振り込みがあった旨を告知することなく、同口座の残金全額の払い戻しを請求し、同係員から即時にその払い戻しを受けた場合、詐欺罪が成立。これもあるということになります。で、5番、これが待つ。他人所有の土地を当該他人から買い受けた事実がないのに、当該他人から盗んだ印鑑をして登記申請に必要な書類を偽造した上、これを登記官に提出し、当該他人に無断で自己への所有権移転登記を完了させた場合、当該土地についての詐欺罪が成立する。これが×です。で、これ結構大事なんですよ。なぜかというと、27ページ見てください。5の解説の上から1、2、3、4、5、ここ、登記官不動産を処分する権限も地位も有しない、ここマークしてください。登記官は不動産を処分する権限も地位も有しない。ちょっと解説しますね。不動産の登記官って実質的な判断の権限はありません。書類見て書類が整ってれば登記移転するし、書類がなかったら登記移転しない、それしかできないんです、登記官って。だから登記官は疑問に陥らないので、
疑問に陥ったとしても何ら行動できないので、処分権限がないから。登記官を騙しても詐欺罪は成立しないということです。疑問対象者は処分権限がないとダメってのを思い出してください。処分権限がないものを騙しても意味がないですからね。処分権限がないから詐欺罪は成立しない。で、試験員がね、なんでこの選択肢を×にしたかすごくわかります。なんでだと思います？これね、一つ有名な論点に関わりますよね。訴訟詐欺、裁判官は実質的な判断権限ある、自由心証主義により。だから疑問に陥る処分権限があると考えて訴訟詐欺は成立する。そこに関わってくるので大事なんです。登記官騙しても詐欺にならないけど、裁判官騙したら詐欺になる。そういった形で覚えておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ次行きましょう。155問、これも1分取るんでやってみてください。155問です。文書偽造、社会的法益、国家的法益、提出な方ね、ぜひやっといてください。じゃあ、からいきましょう。医師 X は Y に依頼され、Y が保険会社に提出するための虚偽の病名を記載した診断書を作成した。虚偽診断書作成罪が成立するか。これ成立しないですよ。これ騙されないでね。刑法160条見てください。これよく出る定番の問題です。160条はこう書いてます。医師が公務所に提出すべき、これ保険会社は公務所じゃない、だから成立しないってことです。診断書、検案書、または死亡証書に虚偽の記載をしたときは3年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処する。あくまで公務所に提出、これよく出てるので覚えておいてください。公務所に提出すべき診断書じゃないと虚偽診断書作成罪は成立しません。なので、あは×です。で、いいです。X は自動車運転免許の効力停止中に自動車を運転し、速度違反の取り締まりを受けた際、警察官に対しあらかじめ Y から名義使用の承諾を受けていたことから、Y の氏名なのに交通事件原票の供述欄に Y 名義で署名を押印した。有印私文書偽造罪。これは有名な話、成立しますね。丸になります。じゃあ、Y の代理人である X は Y に無断で行使の目的を持って金銭消費対策契約書用紙に Y 代理人 X を記載し、その横に X と告した印鑑を押すなどして Y を債務者とする金銭消費対策書を作成した。代理人でない X が Y 代理人 X と名乗った。判例はこれも、私文書偽造を認めてますので丸ということになります。でしょうか。で、X は身分証明書として使おうと考え、 A 県公安委員会が発行した Y の自動車運転免許証の写真を X の写真に貼り替えた。
写真貼り替えたら別人扱いされますので、これも偽造罪認めてます、判例は。丸ということになります。あの履歴書のやつを思い出してください。じゃあ最後、X は Y の所有する不動産を勝手に売却しようと考え、 Y に無断で行使の目的を持って不動産の売買契約書用紙に売り主として Y と記載するなどして、同不動産の売買契約書を作成したが Y と告した印鑑を押さなかった。無印私文書偽造罪が成立するか。成立する。これが×ですよ。これもね、覚えておいてください。間違っちゃったから。有印か無印かっていうのは印鑑の有無ではありません。名前書いてるかどうか。Y って名前が記載されていれば有印になります。印鑑じゃないんですよ、有印か無印かってのは。で、これは署名じゃなくてもいいんです。記名でもいい。パソコンで印字したものでも有印になります。名前書いてれば有印。これはぜひ覚えておいてください。ということで、 O は×です。有印私文書偽造が成立するから×ということになります。よろしいでしょうか。じゃあ最後ですね、164もこれもやりましょう。国家的法益、1分ぐらいで見てください。はい、よろしいでしょうか。これね、正答率 75% なんだけど、取りたい問題です。1番、警察官は甲を立ち会い人として本件窃盗事件に関わる捜索差し押さえ許可状に基づき甲方を捜索中、テーブルに蒸気壺が置かれているのを発見し、これを差し押さえようとして手を伸ばしたところ、甲は腹立ち紛れにその壺を取り上げ、その場で床に叩きつけて粉々に割った。甲も執行妨害罪、これ成立しますよね。何の論点かというと、公務執行妨害罪、暴行脅迫必要です。でもその暴行っていうのは警察官に直接向けられたものじゃなくても良い、あの話ですね。ちょっと解説しましょうか。32ページ、公務執行妨害罪、暴行とは暴行罪の暴行より広く、これ公務員の身体に加えられたものに限らず、直接間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使であればよい。だから壺を叩きつけて割るなんかもこの暴行に当たるということになります。例えば判例は、公務員が差し押さえた覚醒剤液入りのアンプルを憤慨して損壊する行為も本罪の暴行に当たる、壺を粉砕する行為も暴行に当たる、公務執行妨害の暴行に当たるということです。じゃあ次、2番、甲は自宅において本件窃盗事件に関わる捜索許可差し押さえ許可状に基づく捜索を受けた際、自宅に隠し持っていた覚醒剤が警察官に発見されることを恐れ、これを密かにトイレに流した、証拠隠滅罪。これ×と一発で判断していただければこの問題は終わります。証拠隠滅罪成立しません。なぜか、刑法の104条を見てください。刑法104条です。104条、他人のですよね、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、これが構成要件です。自分の証拠は隠滅しても証拠隠滅罪にならない。だから、この2番は×です。だって覚醒剤所持罪の自分の刑事事件の証拠ですから。よろしいでしょうか。ということで、
もう最初に申し上げた通り、刑法各論、構成要件ね、頭に叩き込んどいてください。条文読んで、それだけで普通に解けるものであります。3番以降も見ていきましょう。ここは本件窃盗事件で、通常逮捕され警察官署において弁解録取の手続きを受けた際、警察官が公の供述を記載した弁解録取を手に取って破った、公用文書を聞き罪。これちょっと耳慣れない罪なんですけど、これ成立しますので、丸ということになります。ちなみにね、これ258条になります。ちょっと見ておきましょうか。258条、公務所の要に供する文書または電磁的記録を記記した者は3月以上7年以下の懲役に処する、こんな罪があるわけですね。で、32ページの、3番の解説も見ていきましょう。判例は、被疑者と司法警察員の署名押印がなされていなかった弁解録取書について、すでに文書としての意味内容を備えていることを理由に公用文書を記記罪における文書にあたる、こういうことになってます。じゃあ次4番いきましょう。ここは本件窃盗事件について発布された交流所の執行による留置施設に留置されていたが、留置担当者の隙を見て同施設から外へ逃走した単純逃走罪、これ丸です。交流されていれば単純逃走罪の対象になります。で、5、ここは本件窃盗事件について犯人ではないと否認していたが、公判請求され公判で A が被害状況を証言したことを逆恨みし、公判継続中 A に対して、自分が有罪になったら A の自宅へ行って直接会ってお礼をさせてもらう旨の手紙を送り、 A はこれを読んで不安に思った。証人威迫罪が成立するかって問題なんですけど、これ成立します。威迫は文書送付でもいいってことですね。じゃあ、次民法いきましょう。で、嫌なところからいきます。第8問、催告権ですね。はい、ざっと1分ぐらいでやってみてください。催告権です。はい、よろしいでしょうか。で、まず、民法20条のルール、これややこしいですね。現行民法で、この根拠はいきますけど、改正後の民法も実質的には変わりません。で、まず民法20条は後で読み込んでおいていただきたいんですけど、このね、催告ルールを簡単にまとめるとこういう話ですよね。誰に催告をしたかによります。補佐人あるいは、制限、行為能力者になった後の本人、この本人または行為能力者となった後の本人に催告して、
で、これ格闘ない場合どうなりますか？補佐人と高位能力者となった後の本人に催告をして格闘なしだと、これ追認になりますよね。なぜかというと、補佐人とか高位能力者となった本人は催告の意味が分かるはずだ。にもかかわらず無視した。そうすると契約はできる限り有効にすべきだから、これは追認になります。一方で、非補佐人に対して催告したら、これ格闘なし。これ取り消しになる。この大雑把なことをまず知っていただく必要があります。で、これ後で民法の20条の条文に即して、また見てみてください。よろしいでしょうか。じゃあ、これを踏まえた上で、8問の問題を実際に解いていきましょう。まず、これ読んでどう思いました？補佐監督人とかわけのわからんもん出てきましたね。はい、私だったらこれ「はてな」ってやって無視します。こんなものと、考えたってわかんないよ。で、「い」いきます。「あ」は無視ね。い、B が A に対して当該売買契約について補佐人の追認を得ることを1ヶ月の期間を定めて催告した場合において、催告期間は1ヶ月以上を定めなければなりません。これ条文で見ておいてください。で、A がその期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは取り消したものとみなされる。これ補佐人、非補佐人に対して催告してますので取り消したものとみなされますね。だから E は丸ということになります。これは絶対取りたい選択肢。う、A が高位能力者となった後に、B が A に対して当該売買契約を追認するかどうかを格闘することを1ヶ月の期間を定めて催告した場合に、A がその期間内に格闘を発しないときは、当該売買契約を追認したものとみなされる。これもさっきのルール通り丸ですよね。高位能力者となった後の本で、A が高位能力者となった後に、A が B から高凸の所有権移転登記手続きの請求を受けたときは、当該売買契約を追認したものとみなされる。これは法定追認の話です。125条を見てください。前条の規定により追認をすることができるとき以後ですよ。できるとき以後に取り消すことができる行為について、次に掲げる事実があったときは追認をしたものとみなす。ただし異議をとどめたときはこの限りでない。で、この2号に履行の請求ってありますね。で、これ気をつけていただきたいのが、履行の請求を自分がやったら法定追認ってことです。履行の請求を受けるのは仕方がないことですね。だからこれは法定追認にはならないということになります。なので、これは追認したものとみなされませんので、 A は×になります。いいでしょうか。じゃあ次ですね。A が高位能力者となった後に、 A が高凸の売買代金債権を他人に譲渡したときは、当該売買契約を追認したものとみなされる。これは125条の5号ね。取り消すことができる行為によって取得した権利の全または一部の譲渡だから、法定追認に該当するということになります。いいでしょうか。ということで、これはあの選択肢を無視しても全く問題なく解ける問題です。で、民法ってのはこのように1つぐらいよく分かんない選択肢混じってることがあります。2つ混じることもあります。なので、その選択肢はとりあえず飛ばして他の選択肢で考えていこうって姿勢を大事にしてください。よろしいでしょうか。じゃあ次参りましょう。あとね、今は制限行為能力者の催告の問題でしたけど、あと無限代理の催告114条を見てください。
前書の場合において相手方が本人に対し相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確当すべき旨の催告をすることができる。この場合において本人がその期間内に確当しないときは追認拒絶。無権代理の場合に本人に催告して無視されたら追認拒絶。これもセットで覚えておいてください。よろしいでしょうか。次、31問、代理人の権限いきましょう。で、ちょっとこれは一緒にやっていきましょうか。あです。成年後見人は成年被後見人の意思を尊重しなければならないが、成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するにあたって、成年被後見人の意思に反した場合であっても無権代理とはならない。これどうですか。これは無権代理とはなりません。だからこれは丸になります。これ4ページの解説ご覧ください。成年後見人は成年被後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について被後見人を代表する。かかる代理権は行為の外形上、後見人と被後見人の利益が相反する場合には無権代理となるが、被後見人の意思に反することをもって直ちに無権代理となるものではない。ということで丸になります。これ何かというと、普通の代理の場合もそうなんですけど、代理権の目録に入ってることをやったら、それ無権代理じゃないんですよ。代理権の乱用にはなるかもしれないですよ。でも無権代理ではないということなので、あは丸になります。じゃあ次、父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が共同の名義で子に代わって法律行為をしたとしても、その行為が他の一方の意思に反していることを、その行為の相手方が知っているときは、他の一方はその行為の効力が生じないことを主張することができる。これ丸です。825条をご覧ください。父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が共同の名義で子に代わって法律行為をし、または子がこれをすることに同意したときは、その行為は他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときはこの限りでない。この条文を知っていれば、丸と判断できる問題になってきます。いいでしょうか。でね、おそらく親族を手薄な方いらっしゃると思います。ただね、余裕ないと思うんだけど、ちょっとはやっといた方がいいです。なぜか、人間って単純で、民法最初の方の問題ね、解けないとね、もうテンション下がるんですよ。心折れちゃいます。で、そのために私はね、最初のあたり、制限行為能力者あたりは勉強しといてくださいって言ってるんですけど、これね、家族法出てくるんですよ、絡むんで。制限行為能力とか代理とか。そうすると1問目2問目取れないと結構ね、メンタル面にきます。なので、その意味でも親族、多少やっといた方がいいです。ただこの問題は幸いなことに、あと「い」が丸なんですけど、消去法、上をでもなんとか解けるようになってます。「う」見ていきましょう。委任による代理人がやむを得ない事由があるため副代理人を選任した場合には、副代理人はあくまで代理人との法律関係しか有しないので、副代理人の行為が本人のために代理行為となることはない。これは×ですよね。副代理人は本人を直接代理するからということで、うは×になります。で、副代理ってイメージ湧かないかもしれないんですけど、私も受験生時代イメージ湧きませんでした。これね、弁護士がよく使うんですよ。クライアントが竹山弁護士に依頼して、竹山弁護士が別の弁護士に副代理にする。これよくあるんですね。でも別の弁護士は、副代理人は直接法廷行って本人を代理するわけです、当然。そういったイメージになります。じゃあ次、え判例によれば、親権者がこの財産を第三者に売却する行為を代理するにあたって、親権者がその子に損害を及ぼし第三者の利益を図る目的を有していたときは、その子の利益に反する行為であるから無権代理となる。これどうでしょうか。これは×ですよ。これ代理権の乱用と言います。利益相反行為に当たれば確かに無権代理になります。ちょっと書きましょうか。要するに親権者っていうのは、
親権ってのは、まず利益相反か否かってのを判断します。で、これは外形的、客観的に判断します。子どもの土地を親が代理して売るっていうのは、親と子どもの利益は外形的、客観的に見て、相反していません。外形的、客観的に利益相反だって何だって思う方は、双方代理とか自己契約とか思い出してください。あれが典型でね、子どもの財産を親が買い受ける、子どもの代理に親がなる、そんなのが、典型例です。でね、まあ、ちょっと実践的なことを言うと、逆に言うと親の主観によって結論が左右される問題は利益相反じゃないということです。例えば親が子どもの土地を売る、自分のパチンコ代のために売ったらダメですけど、子どもの学費のために売るのはいいですよね。親の主観によって左右されるようなことは利益相反ではないということです、逆に言うと。で、利益相反かでイエスだと、これ無権代理になります。で、無権代理にしないためにはどうすればいいですか、親は。特別代理人選任ね、826条1項を見てください。親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。特別代理人なしでやっちゃうと無権代理になります。ついでに、ついでに2項を見ておきましょう。2項、親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者はその一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。親が子供2人以上代理する場合、これ典型例はあれ、遺産分割。お父さんが死んじゃって、例えばお母さんが残されて未成年の子が何人もいた、みんなで遺産分割するときはこの2項になって特別代理人選任になります。すみません、ちょっと脱線しちゃったんだけど、利益相反かイエスだったら無権代理です。じゃあノーだったら、次は判断枠組みとしては親権の乱用か。で、親権の乱用かイエスだったら、これ代理権の乱用と同じ処理で民法93条ただし書き類推になります。現行民法ではこういった枠組みになっております。ただし親権の乱用もね、めったにならないですよ。親権っていうのは当然広範な代理権、裁量権有しているので、これ親の裁量が広いことには注意してください。で、この辺り知っておけば十分です。論文にも出ますよ、普通に。いいでしょうか。ちょっと脱線しましたけど、O いきましょう。委任による代理人は未成年者でも良いんですよね。で、未成年者のした代理行為はその法定代理人が取り消すことができる。できません。だって未成年者にデメリットがないから取り消すことはできない。いいでしょうか。じゃあちょっと、もうこんな時間ですね。どんどんいきましょう。で、44問、これはやりたいんでちょっとやります。一緒に見ましょう。自己援用です。で、抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の非担保債権の消滅時効を
援用することができる。これは瞬殺でいきたいですよね。丸です。時効の援用権者誰ができるか確認しておいてくださいね。あと結構細かいことに思われるかもしれないけど、例えばね、民法94条2項の第三者に該当するもの該当しないものかいろいろありましたね。ああいうのは担当前にチェックしてください。もちろん覚えてる方はいいんですよ。しっかり覚えてる方はいいけど、あやふやな方は担当前にチェックです。じゃあ次行きましょう。先住院抵当権の非担保債権の消滅により、高住院抵当権者に対する配当額が増加する場合、当該高住院抵当権者は先住院抵当権の非担保債権の消滅事項を援用することができる。これも有名な話ですよね。高住院抵当権者は時効の援用権者ではないんですよね。だから E は×になります。はい、う、差外行為の受益者は差外行為取消権を行使している債権者の非保全債権についてその消滅事項を援用することができない。これできますよね。なのでこれは×になります。これもこれぐらい含めて覚えておいてくださいね。時効の援用権者うは×です。あ、ちなみにね、民法改正に絡んで、民法改正があるから民法改正点に絡む問題は出ないんじゃないかって思ってる方いらっしゃると思います。で、これあくまで私の試験ね、私の試験ですけど出ると思います。だって出すとこなくなるから、債権法出すとこなくなるのと、あと一つ、改正前民法って改正前の契約は改正前民法今後ずっと適用なんですよ。だから結局知らなきゃいけないって2点で普通に出ると思います。改正に関わるところは。じゃあ次絵です。絵ですね。譲渡担保権者が非担保債権の弁済費後に、譲渡担保の目的物を第三者に譲渡したときは、その第三者は譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対して有する、清算金支払い請求権の、消滅事項を援用することができる。なんか難しいですね。これはどうでしょうか。これは実は丸なんです。ただこれ知らなくても、O の選択肢×と、判断できれば解ける問題ではあります。でこれなんですけど、ちょっと絵の考え方いきますね。まず譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対して有する清算金支払金請求権の消滅事項、これはあるんですよ。で、目的物第三者に譲渡したらそれが持ってかれるイメージですね。そんなことで考えてください。じゃあ、お、建物敷地所有権の帰属につき争いがある場合において、その敷地上の建物の賃借人は建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得しなければ建物賃借権を失うときは建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。これはできないですよ。なぜか、時効の援用権者って何でしたっけ。抽象的に言うと時効の援用によって直接利益を受けるものですね。これは間接的だからダメということになります。いいでしょうか。じゃあちょっと75問もやりたいんだけど時間の関係上省略します。で、即時取得、即時取得はね、即時取得自体は皆さん解けると思うんですよ。でもあれ、盗品遺失物の、遺失物じゃない、盗品の例外まで含めて193、194あたりまで含めて、これぜひやっておいてください。で、193条も論点いろいろありましたよね。194条、その論点まで含めてやっていただくと、即時取得簡単に点数取れます。192だけじゃなくて193、194と条文と論点も含めて理解してください。じゃあ次いきます。で、84問共有です、これちょっとやっておきましょう。一緒にやりましょう。で、共有も大事です。あと司法試験の方、共有論文にも普通に出ますよ。出たことあります、普通に。あとは共有理解しておくと民訴も理解しやすくなります。ということでいきましょう。1番、 A は公土地の不法占拠者に対して単独で不法行為に基づく損害賠償を請求することができるが、A の請求することができる損害賠償の額は A の持ち分割合に相当する額に限られる。これもあるです。もちろん損害賠償は自分の分しか請求できません。ちなみに妨害排除請求だったらみんなのためになるから全部に対してできます。じゃあ2番、 AB 間の合意により公と地が A が単独で使用する旨を定めた場合、
A は候補地を単独で使用することができるが、その使用による利益について B に対し不当利得返還債務、これどうでしょうか。これ×になります。で、一応これ判例あるんです。見ときましょうか。10ページ目の2番目、共有者間の合意により共有者の1人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、その共有者はかかる合意が変更または共有関係が解消されるまでの間は共有物を単独使用でき、他の共有者に対して不当利得返還義務を負わない。で、この問題の考え方です。これ×なんですけど、これね、今の判例を覚えてたらキリがないですよ。これやっぱり発想なんです。民法の頭の使い方、こういう発想。これ合意で単独使用を定めたんですよね。となるとお金払うかどうかもこれ契約で定められてるはずじゃないですか。で、定められてないとしても契約の合理的解釈で決するのが筋ですよね。裁判官の発想そうです。不当利得なんか最後の、民法の裏回答ですからね、最後の取り出だから不当利得なんか発想ない。契約解釈の問題だから不当利得な債務の話にならないんだ、そういう発想になります。だから2番は×です。いいでしょうか。で、全然話変わるけど、お金請求するときって大体契約か不法行為でまず考えますね。で、それでいけないときになんか不当利得とか事務管理とか出てくる、そういった発想もね、大事にしていってください。じゃあ3番、A が死亡し、その相続人の不存在が確定するとともに、候補地が A の特別援護者に対する財産分与の対象にもならなかったときは、A の有していた候補地の持ち分は B に帰属する。これもあれです。これすごく大事ですからね。まず、共有者の一人が死亡したら、頭の思考の順序としてはこの選択肢通り、まず相続がある。相続人がいなかったら、特別援護者に与えられるかもしれない。ちょっと958条を見てください。ちょっと大事なところなんでね、ちょっと見ておきましょう。958条の3ですね。958条の3、前条の場合において、この前条の場合にっていうのは、要するに相続人がいないときね。相続人がいたら絶対特別援護者もらえません。で、前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は非相続人と生計を同じくしていた者、非相続人の療養看護に勤めた者、その他非相続人と特別援護があった者の請求によって、これらの者に清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができる。家庭裁判所の裁量で、特別援護者もいなかった場合は共有の弾力性ですね、他の土地の持ち分者に移転する、そういう話になります。じゃあ次4番いきましょう。 A が候補地の管理費用のうち B が負担すべき分を立て替えて支払った後、 B が候補地の事故の持ち分を C に譲渡した場合、 A は C に対しその立て替え金額の支払いを請求することができる。これ丸になります。これ非常に重要です。254条見てください。共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができるという条文です。これね、実務上めちゃくちゃ重要なんですよ。何かというと、これね、区分所有法って法律に似たような規定あるんですけど、マンション、中古マンション、管理費滞納中古マンションを買っちゃった人は管理費請求されちゃうってことなんですよ。同じ発想です。これなので実務上非常に重要な発想なので、これ出るわけです。結構出てます。254条、ぜひね、覚えておいてください。いいでしょうか。ちょっと時間がなくなってもきましたけど、詰め込めるだけ詰め込みますよ。で、ちょっとね、106問も行きましょう。これもやっときたいな。106問行きます。一緒にやりましょう。留置権と質置権の横断問題です。担保物件ね、苦手な人多いと思いますけど、勉強したら取れますよ。担保物件って制度ややこしいんですけど、難しい理論って少ないんですよ。
なので担保物件も取りに行きましょう。で、あ、です。民法上の留置権の成立には目的物と関連性のある債権の存在及び債権者による目的物の占有が必要であるが、その債権の成立時に債権者が目的物を占有している必要はない。これ丸です。有名な話です。だから時計の修理代金の債権を持っている人が後から時計を占有しても時計返さないぞ、お金払うまでって言えるわけですね。なのでこれは丸です。で、い、質権者が任意に質権設定者に質物を返還した場合、質権は消滅する。これどうでしょうか。まず動産質権の場合どうですか。これは回答をここマークしましょう。い、質権者が質権設定者に質物を返還した場合、動産質においては対抗力を失う。対抗力はなくなりますけど質権は消滅しません。で、不動産質はそもそも影響ないです。いいでしょうか。留置権は、留置権は占有を失うと消滅します。いいでしょうか。う、必要非償還請求権を非担保債権として建物を留置している留置権者は、その建物のための必要費をさらに支出した場合、後者の必要費償還請求権を非担保債権として、留置権を行使することができない。これは×ですよ。まずね、必要費を支出したらそれ留置権行使できるというのは典型例です。で、ポイントは留置権があるうちは占有は適法なわけですよ。適法占有中にお金出したらさらに留置権行使できる、そういう発想なので、うは×になります。いいでしょうか。で、ちょっとマニアックなんですけど一応丸です。で、おいきましょう。質権の目的物を所有する債務者が質権者に対して非担保債権を消滅させずに目的物の返還を求める訴訟を提起した場合に、質物の主張が認められるときは債務者の請求は棄却されるが、留置権の目的物を所有する債務者が留置権者に対して非担保債権を消滅させずに目的物の返還を求める訴訟を提起した場合に、留置権の主張が認められるときは引き換え給付判決。これ有名ですよね。丸です。これぜひ覚えておいてください。あとついでに、留置権って登記できますか。これできないですよね。理由簡単、不動産登記法にないから。登記できるかできないかってのは結構シンプルで、不動産登記法になかったらできないですよ。留置権はそもそもできない。これもね、覚えておいてください。で、ちょっと時間がなくなっちゃったんだけど、115問抵当権の効力ぜひやっておいてください。手薄な方多くて正答率も低いんだけど、条文を知っていれば普通にできます。で、133問債務不履行を、でね、この債務不履行も正答率低いんだけど、これ取りに行ってください。例えばね、ちょっと16ページの解説見てください。金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については債務者は不可抗力を持って抗弁とすることはできない。これ皆さん知ってて、もちろん知ってると思うんだけど、試験で出ちゃうとなんか間違えちゃうんですよね。このあたりの債務不履行の条文ってのは拾って問題も解いていってください。で、147、差外行為取消権、差外行為取消権と債権者代権はね、出ると正答率割と高いんですよ。だから逆に落としたくないところです。で、165問、弁済絡み、これもですね、ざっと、やってみておいてください。で、弁済のところになると弁済プロパー問題というよりはいろんな民法の横断的に知識を聞いてきます。なので民法はやっぱね、全体の復習も必要です。で、194も解除、これもやっておいてください。正答率6割程度なんで、で、202も売買です。これもやっておいていただきたいんですけど、売買に関しましてはまず担保責任、貸し担保以外にいっぱいありますよね。あの担保責任の要件とかはまた見直しておいてください。要件と効果違いますよね。代金減額請求が何ができるかとか、そういうのを見直しておいてください。あと手付け絡みもやっておいてください。で、250問不法行為、これやりたかったんだけど、これ家でやってくださいね。250問不法行為です。不法行為ってね、なぜか正答率低いんですよ。普通に教科書に載っているような基本的知識なのに正答率が低い。逆に言うと取りに行ってください、不法行為で。親族相続は
まあ、余裕があればやっていただきたいんですけど、やっぱり問題数多いです。で、正直言うと、商法相続とか手形こぎってやるより、民法の親族相続やった方がね、予備試験の人は効率がいいです。問題数多いから、そういうところもあります。で、あとはそうか、担当プロパーあんまりできなかったんですけど、担当プロパーちょっと答えを言っておきます。最後の1問以外は、平成29年から取っています。で、天皇の人権、これ、第12問ね、担当プロパー補助レジュメというところを見てください。第12問のアは2、ナンバー24は2で、ウは21です。221です。一言ポイント、天皇学問の自由制約されてます。なぜかというと、まあ、天皇には、まあ、例えば天皇制を否定する研究なんかは、まあ、なんかやっちゃいけないような気もしますよね。そういうことで天皇の学問の自由も一定の制約があるとされています。で、17問やりました。で、19問財政です。で、財政特にあの選択肢、これよく出てるので、やっといてください。これはね、212212です。で、これ非常にいい問題です。19問財政絡みで、憲法改正はこれ答え5番です。第20問は5番のあいうです。で、次ね、民法です。ちょっと補充で連帯債務です。これもやっておいていただければ分かると思います。連帯債務の答えは4番で、3ページ目の下側、第22問大仏弁債務ね、これ結構狙われるんですよ。で、これも2番で、33問成年後見です。成年後見ってのは家族法も絡むのでやっぱり出ます。で、これが3番ね、33問の回答が3番になります。で、次は34問。この計算ね、ちょっと難しいんですけど、これ自分でやってみてください。この計算1回やっとくとマスターできます。民法のね、テキストを横に置いて計算をしてみる、これが重要です。答えは2番答えは2番です。で、あと刑法の補充9問です。没収と追徴、没収と追徴は勉強すればできます。条文まずさらってください。で、これは2番です。ちょっと時間オーバーしちゃいますけど、必要的没収刑法で規定あるのどこですか。賄賂ね、賄賂は必要的没収、これは覚えておいてください。他は刑法は全部任意的没収です。賄賂だけ必要的没収になっています。で、11問です。で、責任能力はほぼ毎年出ています。で、これは正しいもの1番になります。で、責任能力ね、本当に毎年出てるんで、ぜひやっておいてください。11問ちょっと見てくださいね。2番、心神喪失は精神の障害により事物の利非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力のいずれもない状態を、これな、罰なんですけど、何が罰ですか。これどっちかなければ心神喪失ですね。両方なくても心神喪失だし、一つなければ心神喪失なんで罰です。これもよく出る引っ掛けです。で、3番、アルコールによって一時的にそのような状態に陥った場合も心神喪失あり得ます。病的命定だったらあり得ます。めったにないけど。なので×。4番、心神耗弱、刑を減刑しないことはできません。必要的減刑ですよね。で、これも大事、刑罰が必要的減刑なのか任意的減刑なのか、あるいは減刑なのか減免なのか、中止犯とかいろいろありますよね。そこも注意深く条文見ててください。で、5番、13歳は責任無能力、刑事責任ないので刑罰を科すことはできませんということで、罰になります。あと刑法でよく担当プロパーと呼ばれる財数なんですけど、財数はプロパーではありません。論文の締めに書きます。で、財数は出るんですけど、最近の傾向として財数で1問っていうのは少ないです。どちらかというと選択肢の中で詐欺罪と窃盗罪の財数聞いたりとかちょこちょこ出てきます。なので、それも格論の復習やるときに材質ぜひ見ていってください。 あとですね、すみません、ちょっとオーバーしちゃってるんですけど、ちょっと最後一つだけ、自動車運転処罰法違反の過失致死と飲酒運転、これも有名な話ですけど、この財数関係どうですか。過失致死と飲酒運転、これ線と点の考え方です。
過失致死は一瞬のことで、飲酒運転って線だから、これらは併合罪になります。一方で、例えばスピード違反と飲酒運転は、スピード違反って継続的なものですよね。継続的なものが線です。飲酒運転も線だから、これらは関連強になります。点というのは一瞬の出来事、線というのは継続的。これも、単刀プロパーですけど、結構聞かれることがあるんで覚えておいてください。点と線の考え方ですね。よろしいでしょうか。で、すみません、ちょっと延長しちゃいましたけど、試験直前期ね、やれることね、まだまだあるので、もう知識ガンガン入れて担当臨んでください。そしてね、やっぱ試験場で一点でも多くもぎ取る姿勢、これ本当に大事なんで、ぜひ頑張ってください。皆様方の合格を記念しております。それでは、担当山当て講座、これにて終了いたします。お疲れ様でした。